本格的に始まります。週1時間、年間35時間が一周になりますが、スタートを前に課題も見えてきました。松山市内にある小学校で行われた外国語活動の様子です。新学期から新しい学習指導要領に伴い、小学校高学年で外国語活動が年間35時間必修になります。私たちが子どもの頃習ってきた英語を覚えるという感じになりやすいかなって思うんですけど、そうではなくて外国語活動でコミュニケーションの素地を育てるっていうのが小学校の、目的になってます。県内すべての小学校では移行期間であるこの2年間準備を進めてきました。県教委によりますと、今年度は全校平均で 33.5 時間外国語活動に取り組み、中心的な役割を果たす中核教員も各学校に最低1人はいる状況です。これからとだんだん年を重ねるごとに、実際の授業場面を体験したり、その見たりっていう先生たちが増えていくと思うので、そうするとさらにこう、授業の楽しさが作れるかなと思っているんですが、県教委の小学校へのアンケートでは、ほぼ 100% 外国語活動の導入に不安はないと答えていますが、移行期間の取り組みで学校側の不安は消えたのでしょうか。学校単位の、回答なので、それぞれの教員が準備ができているかどうかっていうのはまた別問題だと思いますけれども、外国語活動に学生アシスタントの派遣などをしている愛媛大学教育学部の池野修准教授は、英語必修化に向けた小学校の準備はほぼ整っているとした上で、現場の課題を挙げます。教員間の温度差っていうのは、もしかするとやはり一つ課題とは言えるかもしれません。一方、英語の教育熱も低年齢化が進んでいます。松山市内のインターナショナルスクールに来ています。こちらでは3年生から5年生までの英語のレッスンをしているということなんですが、ちょっと覗いてみましょう。ここは県内初の英語保育園として2001年にオープン。現在0歳から高校生までおよそ400人が英会話を学んでいます。小学3年生から5年生のクラスは英語検定で3級から準2級の実力だとか。英語やっててどう？とても楽しいです。学校の外国活動はどうかな？面白いけどちょっと簡単学校で英語も入ってくるので、もうそろそろ始めないと遅いんじゃないのという、親も子供もやっぱり焦りを持って来られますね。学校でもすでに移行措置で、英語ね始まってると思うんですけど、実際お子さんの反応とかっていかがですか？そうですね、学校でやってることはやっぱりもう分かるので、とても楽しんでやってるようです。自信があるのか、楽しんでるみたいです。はい。保護者の中には小学校での外国語活動を評価する一方、こんな不安な声も。中学校からの勉強につながるかどうかっていうのはやっぱりちょっと疑問もあるんですよね、どっかしら。池野准教授は、小中学校の連携が英語必修化の成否を分けると考えています。受験英語に馴染めず、中1ギャップから英語嫌いになる生徒が出てくるのではと警鐘を鳴らします。また小学校での外国語活動が主に目指しているのは、発音などのスキルではなく、あくまでも他の人と積極的に関わろうとする態度だと指摘します。小学校外国語活動が目指すものをきちんと理解していただかないと、大きな失望と不平不満につながってくると思います。小学校英語の外国語活動、英語をコミュニケーションを育む手段と捉える小学校と、
目的と捉えがちな保護者の微妙なギャップ。子どもにとって最も大切なのは学校と保護者が連携してそうしたギャップを解消することなのかもしれません。スラスラと英語が話せなくてもドイツ語が喋れなくても自分の思っていることを本当に相手に何かこう伝えたい、それだけ人とこう自分に人間関係を作って自分の思いを伝えるし相手の思いも汲み取るというふうな、なんかそういう人もいただけないかなと思いますね。確かに保護者側から見ると発音だったりとか会話力だったりとか、そういうちょっと高いところをこう希望してしまいがちなので、その辺はやっぱり親の方も理解しないといけないですね。コミュニケーションの、ね、こう手段としての英語といわゆる受験英語との、ね、ギャップなんていうのもありますけども、まあ、小中学校がお互いに授業を公開して、県教育では来年度連携のあり方を研究していく授業を進めることにしています。